こんにちは。今回はパンの世界史をドイツにフォーカスして紹介したいと思います。では行きましょう。まずパンの歴史としては、エジプトからギリシャに伝わり、ローマ帝国へパンが伝わりました。ここまではパンの世界史で解説していますので、先にご覧いただけたらと思います。そして古代ローマが滅亡後、パンはキリスト教とともにヨーロッパ全土に広まっていきました。そして製パン技術などは教会などで受け継がれていきました。12世紀頃には富裕層と庶民で食べるパンに違いが出てきます。富裕層ではふるいにかけた粉を使用し、白いパンが食べられるようになります。庶民はふるいに残った粉で作った黒いパンを食べるようになっていったんです。ここでドイツの代表的なパンを紹介します。最初に紹介するのがプンパニッケルです。17世紀から作られる北ドイツの伝統的な黒パンです。ライ麦が8割以上のパンで、長時間オーブンで蒸し焼きにします。この長時間加熱によってメイラード反応が起き、独特の色と香りが生まれるんです。ずっしりと重く四角い形から、別名レンガパンとも呼ばれるんですよ。次に紹介するのがロッゲンミッシュブロートです。このパンはライ麦粉と小麦粉を混ぜて焼いたパンなんです。ライ麦粉というのは実はグルテンを形成しないです。そのためサワー手法というやり方で作ります。小麦粉の割合が多いと名前はバイセンミッシュブロートになり、ライ麦が多いとロッゲンミッシュブロートになります。面白いですね。次に紹介するシュトーレンは日本人でも馴染み深いですよね。シュトーレンはクリスマス前の接触期間に日曜日から作り始め、少しずつ食べていくんです。この写真のようにちょっとずつ切っていくんですね。またこのパンは赤子のイエス・キリストを毛布に包んだ姿とも考えられているんです。シュトーレンはドイツのドレスデンという場所が発祥の地とされ、この地で作られるものだけドレスナーシュトーレンと呼ぶんです。次に紹介するのがプレッツェルです。ドイツ国内においてはパン屋のシンボルマークになっているほどポピュラーなパンなんです。このパンは本場のビアホールではビールと一緒に食べたりするんですよ。また表面をアルカリ溶液に浸して焼き、独特の風味と照りが出るんですね。ちなみにプレッツェルとはラテン語で腕という意味が語源になっているんです。ブレッチェンは小麦で作られる小型の食事パンのことです。皮は香ばしく、パンの味が凝縮されています。ブレッチェンとは小さいパンという意味があるんです。最後に紹介するのがベルリーナプファンクーヘンです。この名前、ベルリンのパン職人が大きな鍋プファンで作ったことが起源になっています。これを作ったパン職人は母国の戦時下において食料面で国に貢献しようと考え作り出したんです。アメリカのドーナツの原型になっているとも言われているんです。今回はパンの世界史をドイツにフォーカスして紹介しました。どれも美味しそうでしたね。パンシェル受験生を受ける方は頑張ってください。この動画が良かった、ためになったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。